中岳は岩手県八幡大市と秋田県和野市にまたがる山である。標高線24.2メートル。山頂には一等三角点と猿ヒ彦の石碑がある。四角岳の東方約1キロメートルにある。なお、四角岳は中岳と比べて比較的名の通っている山だが、標高は中学が高い。一帯の山々の地下には良質の銅鉱石があったため、 かつてこの一帯には、不老僧鉱山、四角岳鉱山、最地鉱山などがあった。登山道は、それぞれの流域から続いている。その一つである不老僧登山口は、大湯温泉橋から芥谷川に沿って設けられている林道の終点にある。数野の大湯や草木の人からは、四角岳と共に、東墓地や東山と呼ばれていた。東山が曇って墓地を被ると、 東風が吹き、その年は、飢饉となる不吉な年であるとされた。周囲の人から高い山、美しい山として神聖視されて、中岳山頂には、猿田彦の石碑が建てられた。猿田彦の石碑は、天明三年7月13日に、不老早々山中の赤星が行っている。この人は、おさ、沢鉱山の山師として活躍していた、赤おマンのりという人物と考えられる。 この人は、下在岐木垣の記述を残しているが、その内容は、炭鉱法に関するもので、山形、日光の当たり方、草木の状況など山荘から、路頭、天石、流砂の吟味などまで、当時としては、進んだ炭鉱法を詳細に書いた本である。この人物が不老僧鉱山に何らかの関係を持ち、鉱山の繁栄や安全を祈って混流したものと、想像される。 ありがとうございます。